吉宗評判記暴れん坊将軍。街道の花、大名行列。あくまでも華やかに、あくまでも美しく五街道をのし歩く大名行列。だが、その陰には、さまざまな悲喜劇が隠されていた。大目付殿、どうなされた？申し上げます。本日参勤にて出府、ご挨拶のため途上いたす予定でございました奥州赤石藩藩主戸田伊勢の守殿、道中にて急なご発病、出府が叶いませぬ由、ただいま届け出がございました。何、まだ江戸へ着いておらんのか？今頃になって、なんじゃ無礼な。上様をないがしろにするにも程がある。恐れながら上様、病気との届け出も、あるいはただの口実かとも存ぜられまするが。口実？裏があると申すのか？まあまあ、あることでございますので。じい、戸田伊勢守とはどんな男だ？将軍就任の折、三百諸侯の一人として一度会っただけなので、よく覚えておらんのだが。ああ、ごもっともで。先年家督を継ぎましたばかりの11歳の少年でござりまする。あの坊主か。はは、藩主が幼少でございますると、とかく家中が乱れることが多うございます。参勤の遅れも、あるいはこの辺りに根があるのではないかと。参勤の期限に間に合わんとは、何としてもまずいな。規則は規則、守らねばならん。当時大名は江戸で1年、領内で1年、交互に暮らす取り決めであった。参勤交代である。もし決められた期日までに出府しなければ、幕府に対する反逆の意図ありとみなされ、藩主は切腹、お家は断絶と決められていた。どうぞご贔屓にお願いいたします。津軽屋でございます。よろしくお願いいたします。どうぞご贔屓に。新規開店のしるこ屋でござる。どうぞ吉成。あら、うちの近所じゃないか。そうか、やはり伊勢の神の病気は口実だったのか。はい、伊勢の神様はご幼少ながらお丈夫な太刀で、風邪一つお引きになったことがないと、もっぱらの噂でございます。なぜお上をたばかるような真似をするのでございましょう。道中で何かあったかな。あ、それから赤石藩書院番石部鉄之進なる者が、三河町にて汁小屋を開店いたしましたが。汁小屋？れっきとした藩士が。助八、どういうことだ。申し訳ございません。そこまでは。上様、それがし、これから赤石藩の行列を探りに参ろうかと思います。頼むぞ。よし。あらあらあら。カズラ、これでいいんですね。いいよ。本当にいいんですね。いいんだし。へい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 。さあ来い。
大手しゃどりでくれ。あれ待って、ちょっと一回待って、カシラ、なこやろ、待ったはなしです、一回だけダメです、一回でダメです、次回からいりませんよ、あんなもの。お、シーザー、いらっしゃい。あガシラ、早くお茶入れてこい。旗折れが悪くなる、すぐ来るの。お茶入ってこいよ、お前は。すぐとばっちりが来るんだから。助けてから、座布団出せ、座布団を。もう、はい、しろい。あ、うん。シーザー、今日またなんか。三河町に変わった汁小屋ができたそうだな。ねえ、しかし、随分早めですな。ねえ、いつから甘党になったんです。そういうわけじゃないんだが。まあ、スイカどうぞ。ああ、いや、思わせてくださいね、うん、今そこ行ってるんですよ。おなんだよ、何してんだい。なんだよ、金ですよ。たくバカ、今俺にね、うん、将棋でコーンと行かれたもんであんなのカーッと来ちゃってるんですよ。お、随分強くなったんだな。いや、少しちょっと腕が上がったぐらいですよ。ところで龍子どうした、姿が見えんようだが。ねえ、2階でゴロゴロしてんじゃねえですか。差し当たり行くところもねえようだし、おさいのやつはブツブツ言うんですけどね、しばらくここへ置いてやろうと思ってんですよ。なんつったって友達ですからね。これからも一つよろしく頼みます。いや、時々俺みたいな厄介者が舞い込む上、龍子は飯も酒も人の3倍だ。おかみさんも大変だな。お兄ちゃん、大変なのよ。どうした、関取がね、大変なのよ。もうなんかやらかしたのか。とにかくちょっと来て。お兄ちゃん、ここなの。お前さん、ずいぶんお前殺風景な尻声だな。ちょいと、あれ見とくれよ。なんで。大体だな、汁粉を作るのに小豆を硬いまま煮込んだりするからこういうことになる。小豆は前の晩から水に浸しとく、はい、そんなことは常識だ。それになんだい、この店は殺風景でまるで自信番だい。いいかい、甘いものや女客が多いんだよ。もっと店をパーッと明るく飾らにゃ。はい、わしの言う通りにしときゃ必ず店は儲かるようになる。お願いいたします。悪いことやん、お年に任せてきなさい。よろしくお願い申す。店を開きはしたものの、慣れぬこととてしくじりばかり。こんなことをしている暇はないのだ。お主に出会うとは地獄に仏、何とぞ利益が上がるようにしていただきたい。分かったる分かったる、任しときなさい。塩味を利かすのが肝心なんじゃい。あ、お前さん、あんなことしていいのかい。おい、頭、止めた方がいいぞ。相撲取るんじゃあるまいし。いやいや、それ小さねえぞ。分かるけどさ、あんなの一品言い出したら効かねえんですよ。おい、そんなに塩入れて大丈夫か、お前は。大丈夫大丈夫、相撲に負けても怪我さえなけりゃ。バンニャー、私が負けてやるとね。何を言ってやんだろうね、このクソ熱いのに、バカ。おい、お湯をどんどん持ちくれ。あまり山湯するんだよ。はいはいはい、こううまくいくとは思わなかったな。しかしね、人間ってのは何か取りがあるもんですね。食い物のことは任しといてちょうだい。あら、それじゃお炊事のことは毎日頼もうかしら。あ、それがいい。いやいやいや、そのわしはなんだ、その食う方が得意でな。あやだ。おお、よく見るとなかなかいい女だね。はい、上がりましたよ。おいおい、リュコ。なるほど、手が早そうだ。ああ、もうお嬢様がこんなことをなさるなんて痛々しくて。私がいたしますか。構わないのよ。なんで、そういうことかい。バカだな、しかし。辰五郎殿、徳田氏、
この度は大層お世話にあいなった。しかし店が流行るようになってよかったですな。慣れない仕事で大変でしょう。なに、殿のご苦労を思えばこれしきのこと。しかし石部さん、れっきとした大名家の家臣がどうしてまたこの汁小屋を始めたんです。いや、それはまあ、そのよほどの訳があるに違いねえと思うんですが、どうでしょう、その聞かせてもらえませんかね。よほのしいよっちは相談に乗れねえこともねえと思うんですかね。そうですよ、困った時はお互い様話してみてくださいよ。そうでござるな、お世話になった方々にお話申さぬというわけにも参るまい。我が赤石藩は一万石とは申せ、慣例の地ゆえ実習は三千石そこそこ。その上打ち続く凶作に藩の財政は極度に悪化。恥ずかしながら殿の参勤の費用さえことかくありさまなのでございます。今年も国元江戸屋敷が一丸となり、どうやら十両の金を工面いたし、先月20日お国表をご出立なさったのでございます。190里の道のりをわずか十両。それっぽっちではどうにもなるまいな。雪乃、喜べ。どうやら三分二種の利が出たぞ。あ、父上、ようございました。旦那様、早速お屋敷にお届けして。祖父が先々代の殿より拝領いたしましたる着せる。何とぞお家のお役に。母の形見の口子がいくらにもならぬとは思いますが。かたじけない、恩に切るぞ。これをどうぞ。石部、汁小屋を始めたそうだな。それほどまでにしてこの金を。日頃のご恩この万分の一でもお報い申したいと存じまして。殿に代わって礼を言うぞ。もったいのを存じまして。すぐに道具屋を呼び金に換え、殿のお役に立てていただこう。汁小屋で殿様に尽くすなんてな、泣かせる話ですな。しかしちょっとのんきすぎないか。のんきすぎるって。伊勢の神の行列はすでに出立してるんだ。今さら一杯百文の汁粉を売ったところで役に立たないんじゃないか。そんな言い草ねえでしょ。新さん、石部さんがやってることはね、それで変な突っ張りにもならねえって言うんですか。いや、汁粉屋などやる暇があったらもっと他にすることがあるんじゃないかと思って。けどね、石部さんはね、自分にできることで殿様に尽くしたいと思ってるんですよ。石部さんは切羽詰まった気持ちで汁小屋を始めたに違いねえんだ。新さん、あんたも見たでしょ、流行の野郎が汁粉について能書きを垂れてる時、あの石部さんの真剣な顔、今にも食いつきそうな顔をしていた。石部さんのやろうとしてることは殿様のために腹を切るのと同じことじゃねえさ。石部さんやあっしら、俺は将軍の目から見りゃ吹けば飛ぶような人間かもしれねえ。けどね、その吹けば飛ぶような人間のどうしようもねえつらい気持ちを分からねえようで、いい祭り事ができるんですかね。けどね、そんな吹けば飛ぶような人間のどうしようもねえ辛い気持ちをわからねえで、いい祭り事ができるんですかね。
殿、お疲れでございましょう。乗り物をお召しください。よい、駕籠の者たちもろくに食べておらんのだろう。余は今朝泡貝を食べた。まだ歩ける。お呼びでございますか。忠相、参勤交代の制度は確か寛永十二年、三代家光公がお触れ出しになったのだったな。あ、さようでございます。元来参勤交代とは、開府間もない幕府が反抗する外様大名たちが戦の費用を蓄えるのを防ぐため、金を使わせるのを目的に定めました制度。ために所持金がかかるようにできております。以来百年、何の疑問も抱かずに踏襲されてきたが、これでよいのか。は、これでよいのかと聞いておるんだ。なるほど、時代も変わりました。ご公儀の礎も当時とは比較にならぬほど堅固になっております。あるいは考え直す時が来ているのかも。この制度、少々過酷すぎるような気がしてな。は、上様、こちらでございましたか。なんだ。はい、赤石藩戸田伊勢の神がいまだ参勤つかまつりません。大目付といたしましては、もはや捨ておくわけにはまいりませんので、江戸屋敷を手入れし、厳しく究明いたしたいと存じまするが。ならん。は、万一戸田家を取り潰さねばならんことにでもなってみろ。多くの家臣たちが路頭に迷う。もう少しはっきりしたことがわかるまでことを荒立ててはいかんぞ。よいな。はあ。殿は今頃どのあたりであろうな。予定ではそろそろ某川の私に。予定通り進んでいるとは思えぬが、昨日は鈍い仕事だけできた。明日はもっともっと精出して働き、一文でも多くお届けせぬま。上様。ご苦労であった。で、赤石藩の行列どうであった。は、惨めな道中を続けております。気の毒なことには、利根川の某川の私に差し掛かりましたとき、あいにくの長雨で川止めにあってしまったのでございます。何、大変でございます、大変でございます。土手が決壊して渡れません。川止めは意外に長引き、あるいは今でも続いているかもしれません。ために道中の費用が底をついてしまったらしく、前夜は民部、道中の費用が苦しいのであろう。この刀を手放せ。江戸屋敷は何をしておるのだ。某川の私には馬を通せば二日で行ける。うん、石部たち、江戸屋敷の者の作った金が届いているはずだが。いえ、国元からは二三度使者が金を届けてまいりましたが、江戸屋敷からはただの一度も。妙だな。それから某川の私に差し掛かる前日、こんなことがございました。Yeah!
何者かが行列の進行を妨害しているらしゅうございますな。何者じゃそのクソ者は。は、一人捕らえればよかったのでございますが、その余裕がなく。よいよい、ご苦労だが助八、今一度ボーカーの私まで引き返してもらわねばならぬようだ。この先何が起こるかわからんからな。心得ました。父上、今日はいかほど。二分二種お届けできる。それはようございました。ああ、こうやって殿のお役に立てるのも徳田氏や恵みの方々のおかげ。帰りに出入り立ち寄ろう。行ってらっしゃいませ。行ってらっしゃいませ。何ですって。それじゃ石部さんの金は一文も殿の手に渡ってねえんですか。そんなのってないわ。そうよ、それじゃ石部さんがあんまりかわいそうすぎるよ。石さん、金ってどうなったんですよ。まさか誰か途中でポッポ入れちゃったっつんじゃねえでしょうね。うん、誰ですよそいつは。そんなのほっとくわけにいかねえ。大体殿様たけん土地で苦労してるつのに、そんなのとつかめてぶっ飛ばしてやらいって。それでもしないとお前石部さんがかわいそうだ。石さん、とにかく行こう。いや、どこ行くんだ。相手はどこの誰だかまだ分かっちゃいないんだぞ。分かっちゃいねえったって、このままほっとくわけにいかねえでしょ。ちょっとお前さん、どこ行くんだよ。いいんだよお前は。さあ、新さん。新さん。なんだ。この間言い過ぎました。勘弁してごめんなさい。いや、頭、礼を言いたいのは俺の方だ。また時々ガンとやってもらわなきゃいかんようだ。頼むぞ。上様。藩士一同死んでる思いで作った金は一体どうなったのですか。そう騒ぐな。話がまい。えい。ん、ここは。さよう。大目付様の屋敷だ。石部、ありていに申せば、今になって二両や三両の金を殿の行列に送ってももうどうにもならんのだ。そんなことはござらん。わからんやつよの。赤石一万石、まもなくお取り潰しになることになっておるのじゃ。今ちょうど若年寄りの役職が空席なのだ。皆様は以前から若年寄り昇進をお望みでな。では我が藩を取り潰し、それを手柄に若年寄りに。やっと分かったのか。新島は利口なやつで、いち早くわしの腹を刺して手を貸してくれているのだ。その方、赤石藩では二十区三人ぶちだそうだな。こと成就の暁にはわしの旧任として百石取らせるぞ。どうじゃ。わしもな、若年寄り家用人として三百石いただくことになっておる。どうだ石部、峰様と共に出世街道を歩こうではないか。ん、お断り申す。何。殿をはじめ藩士一同、参勤の費用年始にどれほど苦労しているかわからぬ。己の出世のために薄汚い策を弄するとは。そこもとたちこそ武士の風上にもおける逆賊。上様に訴え断固処断していただく。
我らの言うことを聞かねば、この屋敷から出さん。どうぞ。くだれ。来い。参られ。くだれ。来るんだ。離せ。離せ。伊勢の神襲撃の邪魔をした奴がおっての。何者にございます。わからん。忍びらしく見えましたゆえ、あるいはお庭番かも。まさか計画が漏れましたのでは。石部の始末は任せる。懐柔するもよし、切るもよし、慎重にな。は。念のため石部の家族も。天野、よいな。は。あのつまる映画か。うん、石部さんたち誰もいなかったんだよ。おかしいな、あんなに繁盛してたのにな。石部の店を襲った奴がいる。はい、どこかへ連れ去られた様子です。いいか、みんなしっかり探してくれ。頼むぞ。おお、新さん。新さん、石部さんは。どうやらさらわれたらしい。雪野さんや康介さんも、多分一緒だろう。こうしてやめよう。おい、みんな探してくれ。頼むぞ。俺も行こう。私も。俺も手伝うぞ。あ、頼むぞ。新さん、何か分かりましたか。お前さん、石部さんたちもうバッサリやられちまったんじゃないだろうね。分かったのか、石部の行方が。いえ、まだその方は一向に。ただ赤井師範留守居役飯島剣持なる者の動きが妙でございます。妙？拾え。バカにおしでないよ。売り物買い物の芸者にも意地はありますのさ。ん？貴様。このお金、どこかのご家中の方々が血の出る思いでお作りになったお金じゃないんですか。何？一日千秋の思いでお金を待っていらっしゃるお方がいたとしたら。その方、何者だ。ただの林っ子、ちょいっと気は強うござんすがね。こやつ、生意気なことをほざきおって。おのれ。芸者の分際で来て。飯島様、急ぎのお手紙が参っております。
急用ができた。わしは先に帰る。まあ残念。これからが面白くなるところですのに。その方の名は？そのやっこ。どうぞごひいきに。覚えておくぞ。参勤の行列へ送るべきお金で豪遊していたこと間違いありません。うん、慌てて出て行ったがどうしたんだ。どこからか手紙が参りまして。手紙？はい。さっきの芸者か。なぜつける？貴様は石部の後を追っていた。切れ！出現妙な若侍、あるいはご老中あたりに我らの狙いを察知されたのかも。いずれにせよ石部の奴は消してしまった方が。飯島が大目付の峰とつながっている？はい。峰の言っていた狙いとは何だ？上様、確か若年寄りの席が一つ空席になっておりますのでは。そうか。狙いとは若年寄り就任。飯島監物を抱き込み江戸屋敷からの送金を差し止め、一方で行列を襲えば赤井師範参勤の到着はますます遅れることに。赤井師範の立場を不利にし反逆の動きありと騒ぎ立てれば大目付の手柄に。ここで手柄を立てれば当然次期若年寄りは峰の手に。だが赤井師範は取り潰される。救われないのは赤井師範の者たちでございますな。そのような企みがあるとも知らず、何とか行列を江戸に近づけようと今なお必死の努力を。死んでもらうぞ。それとも思い直して我らと手を組むか。いいな。薄汚い悪事に加担するくらいなら死を選ぶのが武士。ゆきの、こうすけ、一緒に死んでくれ。融通の利かん頑固者よと笑われるかもしれんが、
わしはこの道しか知らんのだ。お父上。旦那様。お前たち二人が好きをているのは知っていた。この上を見事にしてやれるのがたった一つの心の許せ。あの世で夫婦になれ。康介。お嬢様。終端場はそれまでだ。死に急ぎたい奴は誰だ。石部家中間康介。旦那様とお嬢様の露払いを務めます。神様のお屋敷だ。邪魔だとは無用にいたせ。その大目付の屋敷で赤石藩留守居役が同じ赤石藩の書院番を切ろうとするとは下せぬな。峰河内、飯島堅物、参勤交代という過酷な制度に何とか従わん者と必死の努力を続ける赤石藩の人々を泥足で踏みにじり、己の野望の道具に使わんとするとは捨ておけん。貴様何者だ。徳田氏。上様。え、戸田伊勢の神と赤石藩の人々に代わって成敗してくれる。ええー、かまわん、切り捨てい。存ぜぬこととは申しながら、数々の無礼、ひらり、ひらり、お許しを。赤石藩の行列が御門前に。ほう、着いたか。はっ。上様、お怒りはごもっともながらお手口は少
戸田非瀬にございます。到着が遅れ申し訳ございません。戸田家国家老安田民部、恐れながら上様に申し上げます。この度の道中での不測の出来事、すべて家老職たるそれがしの落ちと、何卒お咎めはそれがし一人にとどめ置かれますよう伏してお願い立てまつります。道中難儀であったな。手放した刀の代わりにこれをもらってくれ。はい。安田とやら、正犯ながら赤石藩には良い侍が揃っておるな。吉宗、羨ましく思うぞ。お主たちの苦労、決して決して無駄にはせんぞ。ゆっくりと体を休めるがよい。吉宗が参勤交代による諸大名の江戸における滞在期間を半減する旨の触れを出したのはそれから間もなくのことであった。江戸での滞在を半年に縮め、残る1年半は国元で過ごせるようにとの計らいである。この措置は300諸侯、とりわけ藩財政に苦しむ諸大名やその家臣から好感を持って迎えられ、享保16年に至るまで続けられた。どめよ、これはこれは皆さんおさらいで。石部さん、すっかりシルク屋さんらしくなりましたな。わしもな、雪乃と康介を一緒にして家督を譲りシルク屋に専念することにしましたがさ。ああ、それがいいそれがいい。雪乃さん、とっても綺麗よ。お幸せにね。はい。皆さん、これからもどうぞご贔屓に。なんだなんだなんだ、康介さん、お前さんもう中元じゃねえ、立派なお侍さんだ。どうだお前さんのな、新しい門出をしかして、あ、結局手締めていくか。ええ、行こう。お前バッと手締めてくれよ。よし、よーお、ダンス。おおないさ、負けてたまるか、ぐっと睨むこの目に血がたぎる。吉宗評判記暴れん坊将軍、次回は若年より格だけで終わりたくはない。
何としても老中になって権勢を振りたい。それには家柄じゃ。猪野さん、どうしてこんなむごい目に遭わなくちゃいけないの。己の立身出世のために猪之助を無残に殺害し、系図一貫を奪い取った悪逆非道、天に代わって成敗いたす。次回、嵐の中に舞う女にご期待ください。